どうもこんにちは。今回は珍しく文房具の紹介をしたいと思います。で、何を紹介するかと言いますと、ご覧の通りペンテルオレンズネロでございます。これは1年以上前にもう販売されてたんですけれども、僕はようやく今日にして買うことができました。1年前からずっと欲しいと思っていたにもかかわらずね、まあ皆さんご存知の通り品薄状態がずっと今でも続いておりまして、なかなか店舗に出回ることがなかったので買えずにいましたが、ようやく書店で見つけて買うことができました。やったーって感じですね。まずご覧の通りパッパッケージがかっこいいですよね。オレンズネロ設計図のイラストとも黒色で統一されたデザインがもう素敵だと思います。クリアの台の上に本体が置かれていまして、説明書が1枚ここに挟まっている感じですね。これはあまり読んでもそんなに何もないと思うんですけれども、まあ、使い方が書いてあるのと、あと裏に保証書があるぐらいですね。1年間は故障しても修理をしてくれるようです。やった。本体を見ていきましょうか。いやー、いいなー。なんか質感がいいですね。そしてやっぱりこの重い黒色がすごくかっこいいですね。はい、ということで手に持ってみたんですけれども、本当に真っ黒でかっこいいですよね。ちなみに 0.3 を選んだのは、汎用性があるかなと思ったから 0.3 にしました。では、このデザインコンセプトの説明をさせていただきます。ズバリ、ずっと持ち続けたい重き黒ということで、ネロというのはイタリア語で黒のことを言うらしいですね。このマットブラックに包まれたこの一本が目指したのは、タフさと普遍性を兼ね備えた質実剛健ということになります。まるでですね、削り出したような金属部品をイメージした十二角形軸になっております。でボディの材質には樹脂と金属を混ぜ合わせた特殊材質が使用されております。グリップした時の満足感と書きやすさを同時に実現した低重心のバランスがかつてない筆記体験をあなたに提供するというふうに説明されております。確かに持った感じ、どこに重心があるかというと圧倒的に前なんですよ。まあ、手は疲れにくいんじゃないかなと思います。書いていて、さらにペン先がとても鋭いことから、やっぱり何を書いているかっていうのが見えやすいのが魅力ですね。ちなみにこのオレンズネロの有名な機能として、ノック1回だけで芯が出続けるっていうことが挙げられますよね。パイプで芯を守って書いてくれるということで、このペン先がずっと、今ポキって言ったぞ。今、ポキって言いましたね。折れましたね。こんぐらいでいいんじゃないかなと思います。それでですね、この芯がなくなっていくと、ペン軸が守ってくれるんですね。ということで、延々と書き続けることができます。じゃあ実際に書いていきますね。はい。ということで、まあ、パイプで芯を守ってくれてますので、芯が折れないオレンズシステムが搭載されております。あと一個はペン先を離すたびにニュッと芯が出てくるので、ノック不要の自動芯出し機構があります。この二つがオレンズネロの大きな魅力なんじゃないかなと思っています。折れないですね、こんな強く書いても。まあ3000円もしますが、このオレンズネロと同じような機能が搭載されているシャーペンというのはまだ未だに発売されていませんので、買う価値はあるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はオレンズネロの紹介でございました。まあ、本当に1年前から YouTube ではいろんな方々がね、このペンの紹介されていますので、今になって僕が紹介してもという気持ちはあったんですけれども、ちょっと嬉しかったのでね、ぜひぜひ動画にさせていただきました。この動画がもし面白いなと感じた方は、よろしければグッドボタンやチャンネル登録などしていただければ幸いです。これからもいろんな筆記用具を紹介していけたらなと思っておりますので、応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。